最も注目というか一番人気じゃないかと思われるフェルメールで、フェルメールはですね、ちょっとあの今年フェルメールなんか大きく、まあね、この作品はもうね、多分今一番人気でしょうね。君かがりの長女というタイトルで、まあ、おそらく今、モナリザよりもね、まあ、人気が高いかもしれない。でフェルメールの、まあ、人気の秘密、まあ、いろいろあると思うんですけれども、実はこれだけ今人気が高いフェルメールなんですが、フェルメールが亡くなってから、1800年代に亡くなって300年ぐらいですね、実は忘れられていたんですね。これだけの人でなぜ忘れられていたかということなんですけれども、 まずそのよく言われるのがその点数で、今いろいろ、これまで心眼も含めてですね、いろいろ検証がされてきたんですけど、でも本物が36から37点と言われていますね。でほぼ多分私はそこでまあ落ち着くのではないかなと、人によっては今33とか34という人もいるんですけど、で日本でもねフェルメール人気がありますから、まあ、フェルメール展、ただフェルメール展を開催するといっても、いろんな美術館にあるのです全部並べるのは無理なんですね。で全部並べるのは無理どころか、あの不可能なんです。で実はその中で一点、まあ、盗難されている作品があって、あのただそれはあの画像が残っていたので、画集などには紹介されるんですけど、盗難で今見つかってない作品が一点あるんですね。ですから今全部あの見ることはできないけれども、やはりそのフェルメール人気ということで、まあ、いろんな美術館を訪ねてフェルメールを訪ねる旅みたいなねことでやっている方もいらっしゃるようですね。でなぜこれだけの人があの長い期間忘れられていたのか。でフェルメールはあの、まあ、43歳で亡くなっているんですけれども、今確認されているのが36失点なんですが、60点ぐらい油絵を描いたんじゃないかと言われているんですね。で43歳で亡くなっているから実質まあ20年ぐらいで560点というのも画家としては数が非常に少ないんですね。で、まあ、その点数の少なさももちろんあるんですけれど、で実はそのフェルメールもそうなんですけど、また4月にやるあのカラバッジオとかラトゥールとか、ね、最近発見発掘あの人気が辺り光が立っている画家がいるんですけど、前のボッティチェリもそうでしたね。長いことを忘れられていてまた発見された。なぜそういうことが起きるのかというとですね、同時代というか前後した時代で、あのレンブラントとかルーベンスとかね、ああいう人たちはもう財政中から知られていて、その後もずっと知られてるんですね。で作品も流通していたと。でそれ一方フェルメールとかカラバッチオラトゥールなどは、かなり長い期間忘れられていたと。その差は何かっていうことなんですけれども、まあ、点数の多い少ないっていうこともあるんですが、私の中で、大きな要素としてですね、工房、それから弟子、版画と、この3つが、実は知られるか知られないかのですね、大きな要素だと思ってるんですね。で、結局、レンブラントとかルーベンスは、まあ、注文もたくさんあったことで、工房を作ってですね、その工房で、まあ、自分が主催をして、弟子を使いながら、作品に、注文に応じていたと。で、ですから、その工房、確か作品の数もそれだけ多くなるんですね。
でまたその弟子がいることで、やっぱりその工房にももちろん弟子がいましたし、その弟子がやはりその自分の師匠先生を素晴らしいということで検証するんですよね。でそれでまたその弟子の弟子がまたそれを伝えてきますから、ずっと作品と同時にその先生の名前も作品も残る。それからまあさっきのデューラーもそうですが、まあ、レンブラントにしてもですね、やっぱり版画がかなり効果的にやることで数が普及しますからね、それだけ広く知られる機会になると。でこれがあるかどうかでいくと、フェルメールはどれもないんですね。ですから全く個人の仕事であったということで、知られる機会がまずなかった。でそれと同時にその作品の数が少ない。で、まあ、作品の数が少ない理由として、その、まあ、なんか地元でデルストでなんか火災があってね、なんか燃えたのもあるっていう話なんですけれど、それ以上に、まあ、後でちょっと紹介するそのラピスラズリっていう、ね、高価な画材にこだわったことでですね、なかなかそれが入手できなかったことで作品の数が少なかったんじゃないかと思います、ね。まあ、いろいろ説があります。いずれにしても非常に過作な画家であったことは間違いないですね。でただ財政中はやはりその人気が高かったようですね。で、ですから自分でもこれ実は名画の本でも書きましたが、その画商の話でですね、フェルメール自身が画商的なこともやっていたようで、自分の絵を売ると同時に他の人の絵もね、なんか販売していたようです。フェルメールは、18ページから21ページまで紹介してますけど、前回のレンブラントのところでね、レンブラントも画商がついて、その画商の売り込みで、まあ、レンブラントが人気が出たって話をしましたが、やはりオランダ、やっぱりオランダっていう土地柄がですね、ちょうどその時代、チューリップなどもはじめ、かなり商業都市として、貿易都市としてね、非常に経済発展をしていた時代なんですね。ですから、いわゆるその一般市民でも絵を買うという、買える時代になったという時代背景があって、まあ、経済的な、バックボーンですよね。そういうことで、まあ、普及絵画が一般家庭に普及した時代、そういうことで、まあ、画商が画商という存在ができたと。でそういうことで実はフェルメール自身、自分自身も画商になって、まあ、自分の絵を売ったりしていた、それで人気もあったようなんですが、今言ったような理由でその後忘れられてきたと。で、まあ、もちろんそれだけじゃないんですね。今見ると非常に現代的というか、同時代にやはりそのフェルメールはかなり、まあ、初期は宗教画を描いていたんですけど、風俗画とかね、それも生活画が多かったので、特にオランダはね、そういった風俗画的な絵が多いんですけど、やはりどうしてもその時代としては18世紀くらいまで宗教画、神話画というものがやはり流通の中心でした、ね。ですからどうしてもそういった作品がですね、忘れられがちになると、しかも数が少ないということでちょっと生まれていたのではないかなと思いますね。それが19世紀半ばになって、トレビルガーという、まあ、美術史家がこういうフェルメールという方がいたんだということで再発見をされて、それ以降、まあ、改めて、まあ、認識をされて、今や、まあ、世界の恋人といいますかね、特にこの作品ね、もう話題、もう世界中の人が、ね、見たい作品になってるんですよね。で実はこの絵のタイトルがですね、真珠の耳飾りの少女となってるんですけど、確かこれ耳飾りがあるんですが、私がこの絵を初めて見たのが25年ぐらい前に、オランダのデンハーグの、ね、マルチハウス美術館にこの作品があるんですけど、その時は青いターバンの少女っていうタイトルだったんですね。ですから私の中では、まあ、美術史の中でも青いターバンの少女っていうことが紹介されていたので、もうそちらの方がしっくりきてです、ね、確かにこれ青いターバンしてますからね。でそれがいつの日からか真珠の耳飾りの少女になったんですが、これ映画があったんですね。2002年かな、真珠の耳飾りの少女っていうことで、まさにフェルメールのこの絵が、モデルになった映画があって、それ以降この絵が真珠の耳飾りの少女になってですね。ですから実はタイトルっていうこともですね、結構いろんな作品の
紹介でも意味があるんですけど、初めからタイ作家自身がこういうタイトルでっていうのはあまりいないんですよ。さっきのファンアイクもそうですし、デューラーもさっきの版画はタイトルつけてますね。レンブラントも版画にはちゃんとやっぱり流通するっていうことを意識してたのでタイトルつけてますけど、一般的に油絵はですね、タイトルを最初から作家が考えてつけてるっていうのはあまりないですね。ですから後世の人がその絵から、受ける印象でつけるということなんですよね。でとかそういうタイトルの歴史だけで考えると結構面白い話がエピソードがあると思うんですけれども、ですからこの絵は、なんか最初に見た印象があるので私の中ではどうしても青い太郎の人がしっくりくるんですけどね。でも今教科書などでは真珠の耳飾りの少女というタイトルになっているというのはそれで通すで、そういう流れで、今フェルメールが、改めて、注目をされている。でそうした中で、この絵ですよね。でこの絵のですね、意味というか良さですよね。でまずフェルメール他の作品でもそうなんですけれども、光の表現なんですね。さっき最初にその油絵の効果で油絵の生かし方として光がうまく表現できるかどうかっていう、光の表現に最も適した、のが油絵だという話をしましたが、他の作品も大体その室内風景が多いんですけど、みんなその外からの光の表現が非常に長けてるんですね。これ外光、室内風景ですけれども外光、外からの光でいかにその空間を描くか、これなんかもみんなこれ部屋の中なんですけど外からの光なんですね。デロット風景はもちろん外ですから、ある意味でこういった風景が逆に例外的なんですけども、フェルメールの良さは光で、その光の表現にあたって実はその同時代の他の作家にない表現というのが、そのカメラオプスクーラ、映画入門にもちょっと紹介してますけど、カメラの原理になった方法なんですね。20世紀に、書いてます。もちろんこの時代、カメラはもう19世紀以降に生まれたものですから、この時代カメラというのは知らないんですけど、カメラの元になったその原理といわれるカメラオプスキュラという方法があるんですが、それは光をうまくその取り入れる、遠近感なども含めてですね、方法であるんですけれども、それをいち早く取り入れたんではないかと言われてるんですね。ですから非常にその同時代のですね、他の作家に比べると非常に なんていうかその、カメラアングルによる光の表現が非常に長けていたと。それが今の現代の人たちに逆にピンとくるところがあるんでしょうね。ですからこれなども非常にその外からの光がうまく表現されている。それとですね、あと、フェルメールの良さ、この作品もよく出ているのが、まさに私が非常に初めから印象的に思っているこの青いターバンのこのブルーなんですね。で実はそのこのブルーと黄色、青いターバンと黄色の対比、ほとんど他の作品もですね、青と黄色のその対比が非常に絶妙で、これなども有名な、これ心理学者ですけど、これなどもブルー、これシナップのブルーなんですね。ブルーと黄色とかですね、ほとんどみんなそのブルーと青と黄色の対比が非常に印象的です。大体ブルーと黄色というのが、これもそうですよね、フェルメールの大きな特色なんですけども、その青と黄色というのはその補色関係になっていて、最もそのお互いの色を生かし合うと言われているんですね。でこのブルーとイエローの対比を効果的に生かしたとかの代表が、フェルメールなんですが、これフェルメールに続く画家は実はゴッホなんですね。でゴッホは最終回の匂いなので話をしますけど、ゴッホの絵もですね、かなりブルーとイエローよく出てきます。でこれは非常に多分ね、ゴッホもやっぱ同じオランダの、大先輩ですから、フェルメールを見てフェルメールに対するその憧れを持っていたと思いますね。
で、そこから何かヒントを得たと思うんですけど、非常にそういうものをよく生かしているなと。ですからこの作品も非常にこのブルーが生きてますよね。それで最初に申し上げたこのブルーもですね、この色がですね、あのダピスラズリっていう鉱石なんですね。でダピスラズリという鉱石から、作られたウルトラマリンブルーという非常にその鮮やかな、まあ、非常に輝きを持った。でこのラピスラズリという鉱石はですね、あの原産地があの今のアフガニスタンだったということで、それを輸入するした、まあ、あの材料ですので、かなり高価だったようですね。ですから相当なお金を出さないと購入できない。しかもこれだけの絵を描くのには相当な量が必要になりますので、ですから先ほどその佳作であった理由の一つとして、ラピスラズリにこだわったことでね、なかなかそれだけの画材を量を集めるということが難しかったというか、あの一つの絵を描くのに相当なお金がかかるということもあったので、それでかなりこだわってですね、絵を描く数も少なかったんじゃないかなということも想像できるんですね。でそこで非常にこの鮮やかな効果なものですから、 今見ても非常にその鮮やかさが残っているというのがね、それだけの高価なものを使ったということが大きな理由ではないかなと思いますね。それとやはりこの真珠の耳飾りのこの光とかですね、あとこの目のね、光ですよね。でいわゆるまあこれもですね、カメラ目線なんですけれども、この目線というかこの光の表現が非常に現代的というか、よく、まあ、私たちも漫画雑誌なんか見ますけど、でも少女漫画に出てくるようなね、可愛い女性の目なんか非常に大きく輝くような目を描くことがあるんですが、かなりそういったものに近い印象がありますね。それからね、これ動きなんですよね。これ見返り美人のようなね動きがあって、それが非常にその現代性があるなと。でそういったものものがですね、同時代の他の作家にはない、同時代のまあフェルメールはこの作品以外にもですね、風景付属があるんですけど、その時代の他の作家のものがですね、この黒く見えるのはそうした差が私はあるんじゃないかなと。で逆に今だからそういうふうにですよね、フェルメールの素晴らしさ、現代性というものを感じるんだけども、フェルメールの以降17世紀18世紀という時代においては、逆にそういったものが極めて例外的でね、むしろフェルメール的じゃない表現の方が圧倒的に多かったということもあって、しかも風俗化というものがそれほど時代の中では尊重されていなかったということも含めて、フェルメールが忘れられていたんじゃないかなと。逆に今見ると非常に新鮮なね、作品として見ることができますね。それとあと時代背景としてですね、例えばここにこれ青いターバンなんですけど、ターバンですから中東からのものですよね。でちょうどその時代はですね、まさにいろんなこのブランダ貿易都市でですね、外国との交流も嬉しかった、いろんなものがちょうど取り入れられた時期で、フェルメールはかなりそういう海外というものを意識した絵が多いんですね。で例えばこれなんかもこれ青いこれシナ服ですね。であとですね、フェルメールの絵によく出てくるのがこの地図なんですよね。こういう世界の地図とかですね、あと、これにも出てますね、地図が、これも地図が出てるし、先ほどの地理学者に対して天文学者という絵がどこかにあるんですけど、そこに地球儀が出てくるんですけどね、そういうものもかなりその時代の、
いつですか。オランダという国がですね、いろんな海外との交易が盛んであった、その背景からそういったものが多くのオランダの人たちも身近にすることで、ジャコスが非常に新鮮だったと思いますね。ですからその非常にフェルメール自身、新種の気分というものがあって、そういったものを積極的に取り入れていたなという印象がありますね。で、あとそう、この作品について言うと、このモデル探しがあって、先ほどのその映画の真珠の耳飾りの少女の中では、メイドではないかと言われているんですけど、実はいろんな説があってですね、最近あの福岡真一さんという方がね、フェルメールを受けている旅みたいなことで結構いろいろ本でも書いてますけど、福岡さんは、まあ、フェルメールには20人の子供がいて、まあ、その少女ではないかとかですね、で他にも女性とかいるんですけどね、それもみんなあの自分の娘を書いてるんじゃないかという、まあ、説もあるんですけど、ちょっと分かりません。ただまあ身近な人であったことはまあ間違いないと思うんですけど、ね、なんとなく私も福岡説に、感じるところはあるんですけど、それも確証があるわけではないので、なんとも分からないんですが、それだけに逆にね、まあ、謎の女性ということも含めてね、楽しめるのではないかなと思いますね。それで、フェルメールはですね、まあ、いろいろあの一点一点紹介したいことがあるんですけど、今回改めてフェルメールの話をするにあたって、エピソード、これはもう非常に有名なエピソードの贋作事件、これですね、あの小説にもなったり映画にもなったりして、ちょっと時代大事件というか、非常に面白いエピソードがあるんですけどね、ファン・メーヘン、探索事件ですね。あまりね、多分美術史 のセミナーとかであまり多分出てこない話だと思うんですけど、ただこれ別にフェルメールだからではなくて、このファン・メーヘンの贋作事件っていうのは いろんな意味でね、知る必要があると思います。で、実はそのこれもまた前々回にちょっと話をしたのナチスとも絡む話なんですが、フェルメールはですね、まあ、先ほどその非常に佳作だったこと、佳作だったけれども19世紀後半から非常にまあ人気が出たというところで、まあ、フェルメールを欲しいという人が出てきた、そこにうまくつけ込んだ、まあ、事件でもあったわけですね。で、第1回で紹介をした画商デュビューンで、あのジョルジョーネとかね、シチアの話をしましたけど、あの百戦錬磨のデュビューンも騙されたというあの話なんですね。で実はその今、ロッテルダムのボイマンス美術館に、ファン・メーヘン作の、エマオンのキリストっていう作品が展示されています。これファン・メーヘン作ってなってるんですけど、でそれがですね、1938年にあのロッテルダム、そのボイマス美術館はですね、フェルメール作として高額を払って購入したものなんですね。で、それが今ファン・メーヘン作、あの贋作者ファン・メーヘン作になったということなんですけど、1938年、まさに、ナチスがヨーロッパを席巻していた時代ですね。で、実はそのナチスヒトラーが死んだ後、ドイツが敗れて、終戦で1944年以降ですね、ナチスを裁く裁判が始まった。で、ヒトラー自身も、ね、理覚死亡ということがあって、で自分好みの目もたくさん勝てたりしたんですね。でそれ以外にあのユダヤ人家族から募集してたくさんあったというところで、特にその美術品に対するですね、そのユダヤ人家族にも返還しなきゃいけないものとか、そのルーツをたどるとかですね、かなりナチス所蔵の美術品を検証する裁判が起きたんです。でちょうどその
純粋に購入の窓口になっていたのが広報部長のゲーリングだったという方なんですが、そのゲーリングの裁判になった時に、ゲーリングが、指示をして購入していない場合、フェルメールの絵が何点も出てきたらしいんですね。で、じゃこれはどこから買ったのかということを追求したところ、あるドイツ人の画商から買った。で、そのドイツ人の画商がどこから買ったのかという問い詰めると、じゃファン・メーヘレンから買ったんだと。でファン・メーヘレンがその裁判所に呼ばれて、でメーヘレンがどこから買ったのかと問い詰めたところ、自分が書きましたって話になったんですね。で本当に書いたのかと。で結局、まあね、自分で書いたものですから、で本当に書いたのかと問われて、で、まあ、で実際その法廷で、ね、書かせたらば、まさに名変なんだっていうのが分かったんですね。でそれでそういうことで、いろいろなフェルメールをもう一回洗い直すって話になって、で今そのロッテルダムにある作品も高額、まだね1938年ですから終戦になる数年前のフェルメールの本物ということで、今で言えば何十億というのか、ね、買ったものがまさに贋作、フェルメール作の名変な作だと分かったということで、実はお詐欺になったという話なんですけれども、でその中流れの中でですね、実はそのまあファン・メーヘレンも罪を問われたわけですね。その問われた時に、いわゆるそのナチスに協力、まあ、いわゆるナチス、結局ドイツ人画商に絵を収めて、それが、まあ、ナチスが買ったわけですけど、一つナチスの、まあ、グルという見方もできないことはないと。でですからそのナチスに協力した罪を問われたのと同時に、贋作を書いた罪だけども、どっちで結局その、ナチスに協力した罪の方が重い、贋作を書く罪の方が低いんですね、その条件としては。それで実はどちらを選択したかというと、そのファン・メーヘレンは贋作を書いた、その代わりナチスに協力したわけではないということで、贋作を書いた罪に問われた。で、まあ、一応贋作を書いたということで、罪問われたんだけれども、その裁判の後に、結局あのナチスを騙した英雄ってことになったんですね、ファン・メーヘレンが。でそれも一つ、まあ、ドラマとして面白い話なんですけど、ただあのメーヘレンは1947年に亡くなったので、それはそれで、まあ、一応話して終わったんですけど、もしメーヘレンがねその後生きていればね、非常に面白いというか、もうむしろナチスを騙した贋作者でメーヘレンとして、ね、まあ、いろんな展開があったのかなと思うんです。でなぜそれだけの、まあ、ナチスもそうですけど、相当な人が騙されたんですね。でヴァン・メーヘレンが非常に巧妙だったのが、そのどういう絵を描いてたかというと、フェルメールの、ね、宗教画をたくさん描いてたんですね。でフェルメールは初期宗教画も何点か描いてます。でだけどもある時から、まあ、多分それまで注文であったりもしたんでしょうけど、まあ、風俗画とかね、生活画を描くようになってる、いわゆるその宗教画はほとんど少ないんですね。ですけど宗教画からそのいわゆる風俗画に展開するところがですね、いわゆるその空白の時間があって、そこにつけ込んだらしいんですね。でこういう流れがフェルメールの流れで あってもおかしくないんじゃないかと思わせるような絵を何点か描いた。で そこにですね、実はお墨付きも必要だということで、その時代 のフェルメール研究の第一人者でブレディウスっていう美術史家がいるんですが、その美術史家のブレディウスもですね、騙されたと。でそのブレディウスが、これはフェルメール間違いない、しかもそのブレディウスが言えばもうお墨付きっていうことになってた時代だったので、でプロデュースの鑑定書をつけてね、売ったらしいんですね。でそこに実はジュビンさんも騙されてしまったと。でそういうことがあったんですけどね。ですからこの話はですね、実はフェルメールのいろんな話の流れの中で出てきますし、いわゆる他の作家もそうなんですけど、贋作事件って折々にあるんですけどね、最も実は象徴的というかね、代表的な話で、
この女神物のこのお話の中でも、実は最も私がこれを話したかったんですよ。実はなかなかこれ機会ないんですよね。で実はですね、日本に一点だけフェルメールがあるんです。実はそれね、さっき36、7点って言ったんですけど、36、7点の6と7の間の絵なんですけどね。これも変な話なんですけども、聖プラクセレスっていうですね、その中に入門にも書いてますけど、これ今国立西洋美術館にあります。寄託されてます。でこれがフェルメールに貴族ってなってですね。で実はこの絵をですね、今からちょっと3、4年前かな、日本人がね11億か2億で買ってるんです、オークションでね。でその時もフェルメールだろうということで、11億2億で買って、その後前の西洋美術館に寄託されてるんですけど、でそれを持ってた人がね、有名なジョンソン&ジョンソンのですね、オーナーが持っていて、かなりそのコレクションっていうのは有名なコレクションでね、今もたくさんお持ちだった方なんですけど、そこから出たっていうこともあって、来歴もしっかりしてるし、今フェルメールじゃないかということで出たんですが、どうも宗教画っていうこともあってね、なかなか難しいところもあったんですね。でそれ実はそれを購入した人、私知ってるんですけど、でで今その後西洋美術館に寄託されます。でそれがまあ貴族ということでまだ判定できてない。だけどその絵はですね、時代はただあまりフェルメールの他に類作がないということがあるんですが、もしかしたらフェルメールがその元、実は元になった絵がイタリアにあるんですね。でただその実はこの聖プラクセレスはオランダ、いわゆるそのフェルメールが使っていた画材が使われているので、だけどももしかしたらフェルメールはその絵を模写した絵じゃないかとか、いくつかまだ議論があってはっきりしてないんですね。でどっかの時点で、決着つくかもしれない。それ決着すればね、価格はもうもっと上がると思いますね。11億2億って逆にちょっと中途半端な値段で、フェルメールの本物にしてはそっちが安いなって感じなんですけどね。どっかの時点で決着するかもしれない。今フェルメールがね、その聖プラクセレスともう一点個人が持ってる商品があるんですね。その2点がね、売りに出る可能性はあるんです。もしご興味がありましたら。あと今1点ね、盗難になってる絵があって、それはまあ有名な絵で、でも美術館所蔵で、有名な絵なので、それはちょっと多分出てきたとしても扱えない、別に扱うつもりって言ってるわけじゃないですけどね、まあ、そういうエピソードがありますね。はい、そうしたらですね、ちょっと、あと、ボッシュとブリューゲル、また細かい絵が続くので、ちょっと5分ぐらい。